作曲家ピアニストの川崎亮です。そのままなんですけど、劇を伴奏する、音楽がどう関わるかによってその世界のディティールとかも作ることができる、お芝居っていうのをどう伴奏していくか、まあ、黒羊ずっと続いている中でもカラーを変えなきゃいけない、でもその黒羊のこう世界観っていうのがあるっていうところで厳しい羊になるような感じで、これはマナー違反、これはマナー違反じゃないみたいなのを設定してなんかやってみたら面白いかなみたいなところを最初に叩き台の資料を見させていただいて考えていました。日常みたいじゃない曲はちょっとほのかに全部なんか死の匂いみたいなのがあるような感じのサウンド感になると嬉しいです。悪魔と契約するっていうジャンルのもっと前を遡ってみると、西洋の芸術とかにその悪魔と契約するっていう主題、怖いと思いつつ距離を縮めるみたいな、そういうモチーフっていっぱいあると思うんですよね。現代的なサウンドトラックのサウンドに翻訳する、よくあるエンタメのその悪魔と契約するってこんな感じだよねっていうところから何世紀か振り返ったところにちょっとこうエッセンスを探してみるみたいな作業を最初ちょっと考えてやってました。素晴らしいです、かっこいいです。結構皆さんあのヘトヘトになるようなちょっとスコアだったんですけれども、それももう見事に演奏していただいて、奏者の皆さんの本気のテイクっていうところがやっぱ聞きどころかなと思います。